久しぶりにこのステッカーとこのステッカー作ったんで、よかったら僕のショップから購入することができます。イエー、ララ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 。はい、現在の時間は9時54分、24分です。今週の動画は全然何にするか考えてないんですけど、今9時24分で平日の朝で、あんまスケートパークも人いないと思うんで、これからちょっとスケボーして行ってきます。はい、では行ってきます。さあおーよん。やっぱり平日の朝が一番起きるのめんどくさいけど、空いてて滑りやすいかな。この光景を何度今まで見せてきたか。わー、まあ、いつも言ってるんですけど、やっぱり初心者とかでもしパークに来てめっちゃ上手いスケーターがうわーって滑ったら練習しにくいと思うんで、平日の朝こんな感じでめちゃくちゃすきまくり祭りなんで、パークで滑るのが気まずいとか滑りにくいってあったら、平日の朝来ることをお勧めします。一人で滑れます。僕がいつも動画上ではあんましない技とかを練習していきます。
分からん。おしゃれじゃないね。いた。手に刺さったわ。これが見えないね。はい、ではこの切って痩せたやつをワンピースにしていきます。していきます。今回結構適当にやったんでうまくいくか分かんないですけど、まあ、とりあえずやっていきます。バテリー入ってないやん。できたけどクオリティがパネー。はい、乾いた後こんな感じ。はい、ってことでなんとかこんな感じで一応完成しました。で、まあ、成功か失敗かって言われたら失敗なんですけど、まあまあ捨てるほどではないんで一応残しておきます。ここでこれはあのボンドがまだ乾いてないんでガムテープで仮止めしてます。はい、で先週ステッカーのプレゼント企画をやってて当選者発表します。でインスタグラムはもう多分今度が上がってちょっとしたら僕が当選者に DM 送ります。5人で YouTube は今から公開していきます。この次の画面に映ったあなた当選者です。もし当選してたら僕にメッセージを送ってください。 YouTube 上でそのやり方はちょっと分かりにくいんですけど頑張って調べてください。久しぶりにこのステッカーとこのステッカー作ったんでよかったら僕のショップから購入することができます。もし興味があったら購入してみてね。今回ほんまに量はあんま作ってないんで欲しかったら多分早めに買った方がいいと思います。いえ。